2021年の9月の末でございます。1ヶ月ぶりの投稿になってしまいましたけど、4代目の俺ゴジラをずっと作ってたので、まあしばらく YouTube を撮る気にならなかった。久しぶりの投稿でございます。本日ご紹介するのがこちら、まあ、たまに私の YouTube に出てきますけど、ハーレークイーンのフィギュアとか、大概ゴジラだけど、私の部屋にあまり置いてない美少女フィギュアをご紹介しようかなと。私のキャラと反するものをご紹介いたします。でまずこのハーレークイーンなんだけど、映画のスタッフが言ってたんだけど、スーサイドスクワッドが公開された時に、これ絶対監督これ好きだなって即思ったそうです。その通りです。大好きですね、ハーレークイーン。マーゴットロビーが演じるハーレークイーンがいいんですよ。マーゴットロビーが好きってわけじゃないの。ゲームセンターのクレーンゲームで、まあこれはどうしても俺が撮ってやらねえとなと。撮れなかったけどね。まあ撮れなかったからアマゾンで買ったんだけど。だからまあハーレークイーンは私のイメージとまあ合う人もいるでしょ。だってたまにジョーカーの画像加工してたもんね、私ね。自分を。こういうやつね。これ画像加工だからね。実際その風貌で外歩いてるわけじゃないから。そこまでやばくない私は。これ画像加工です。まあそんぐらいハーレークイーンはタイプ。ハーレークイーンじゃない女の子フィギュアといったら、こちらですね、エヴァンゲリオンのアスカ綾波、一応持ってます。でこの袋に入ってるってことは買取王国で買ってます。なんとそのお値段が270円です。これ1個迷ったらとりあえず買っとけと思う私なので、270円だからこれ買っときました。これ出すか、これ。あ、出すのめんどくせえな、これ。え、出すこれで、こんなこういう感じか。よくできてるね。これ270円で絶対安いよね。この体の曲線が見えるものが好きなんです。それはゴジラでも、まあ、彫刻で言ったら金剛力士像とかも、まあ、男の筋肉ムキムキでこうガッと構えて体ひねってるじゃんか。あれが美しいんだよね。うん、このもバッバッと破っちゃえよって思うかもしれないけどね、この辺がね性格出るよね。はい、でこんな感じですね。はい、体のひねり具合が美しいわけですよ。そして塗装もかな。このここの部分、光沢のこの塗装の仕方がまた綺麗に塗装してあるもんね。これ透けてるんだよね、肌がね。それがうまい具合にこの陰影がついてるからうまく表現されてるってところがいい。14歳っていう設定なんだよね。14歳のフォルムじゃないけどね。これ買った時の私36歳、当時の中学校の先生、担任の先生と同じぐらいの年なんだな俺と思いながらこれ持ってレジに並んでたんだけどさ、年こいと俺何買ってんだろうな。これ今自分を見ながらこうやって見てると引くな。こんな大人になりたかねえわ。この悟空のフィギュアもそうなんだけど、でもこれとね、これは男性の筋肉美っていうのもあるけれど、悟空の細いフォルムでこの髪の毛も帯もこの風を受けてる感じが表現されてるところが素晴らしいです。しかもこれもね、これも950円プラス税だから1000円とちょっとで買えたから安かった。あとそれとね、これはねやっぱそのフォルムの美しさとエヴァンゲリオン好きだから買ってみたっていうだけなんだけど、こんなんも買っちゃったんだけど、この人これなん、これ一日警察署長綾波の謎のフィギュア。これネタだよね、完全に。これはフォルムが美しいとかそういうことじゃなくて、なんじゃこれと思って買いました。これまあ別にこういう趣味があるわけじゃないです、私1000円しなかった。でも逆にじゃあ何が高いのかって言ったら、あの露出が多い女の子のフィギュアは高いね。買取王国で言ったらドラゴンボールの棚に悟空、ベジータ、ブロリーとか並んでるところの横に一気に値段がガンと上がるのが、やっぱ女の子18号とかブルマとかで、その中でも一番高かったのが、まあ、成人になった父が高い太ももがブリンって出てるから、やっぱああいうの高いんだね。しかもね、その父のフィギュアがこうやってバスッと構えてるフィギュアなんだけど、棚のね高いところに置いてあるからさ、ちょうどパンツが見えるという高さに置いてあるんだけど、店員さん、あんなも中学生の男の子が悟空だって言いながらチロって見るための、まあ、ちょっとした遊びかな。あそこに置いたのはこの高さに置いちゃダメ。あれが8800円税別だったと思うけど、やっぱああいうのが高いんだね。でもさっきほどもご紹介したけど、このハーレークイーン、やっぱここら辺がセクシーなんでしょうね、この辺が。で監督これこうやって太もも持ってて、あ、監督やらしいなと思うかもしんないけど、別にカッチカチだから、これ柔らかそうだなって見させるのも技だよね。やっぱ再現度が高いってことだね。でもあとこちら、これエイリアン4のニューボーンです。これも1000円しなかった。880円プラス税だから1000円ぐらい。まあ皆さん分かってもらえないと思うんだけど、これがまたいいんですよ。流線形バランスたまらないよね、これ。これとあのこれ見てる気持ち、私あんまり変わりませんから。
むしろこっちの方がまじまじ見えちゃうよね、まあ、いろんなバランスの比率がいいんでしょうね。1対 1.618 の比率になってるんだと思うんですよね。だからこれパッと見た時に、まあ、無意識で、あ、バランスがいいなとか、あ、好きだなと思うようなバランスになってるんだと思う。出なきゃいいなと思わないからさ、彫刻作品としてフィギュアを持ってるんです。ということで、まあ、このゴジラもさ、まだ制作途中だけど、こちらもそうだよね、まあ、ちょっと今回だいぶ細めに作ってます。でもこの尻尾の形とか、先ほども言ったけど、この曲線美っていうところで、あとこれから最後にご紹介します、マトイリュウコ、キルラキルだね。これは単純に作品にはまった、まあ、たくさんの人知ってるよね、キルラキルって。キルラキルと言ったらやっぱこの変身した後のスーツがエロいんだけど、こいつは別にそうエロくない。これ高かったけどね、キルラキルがあまりにもいい作品だから、作品のファンとして買いました。うん、キルラキルってこれだね。この本でキルラキル私知ったんですけど、映像仲間から勧められたんですよ、キルラキルいいっすよと、2015年に。でもこれ見るとさ、ちょっとエロいんですよ、服が。こんなエロいの俺見たくねえよと思ってしばらく見なかったんだけど、ビデオレンタル店でこう順番に見てた時に、うーん、今ネタに迷ってるから借りてみようかなって借りたのが始まりでした。うん、出会いってそんなもんだよね。まあ、ちょっとこの作品のいいところ言うと、作品のテンポがいいのと、書体がいい、配置バンと出るのが昔の昭和の、まあ、時代劇とか、それこそ初期のゴジラとか精通するものがあるんですけど、名前がバーンと入るような表現の面白さっていうところで惹かれました。でそこにアクセントとしてちょっとエロいコスチュームってことかな。そして構図が面白い、構図が大変面白いんですよ。バッカじゃないのっていう、昔のごつえ感じの放課後電磁波クラブを思い出すようなバカみたいなエロい構図をわざわざ入れてくると、なんだろうね、アホかっていうエロさは好きかもしれない俺。うん、キルラキル見たことない人はぜひ見てください。林監督の言ってることがわかる。文字のテキストの入り方がいい、作品のテンポがいい、でバカみたいなノリ、キャラクターの個性っていうのがね、まあ、スケバンデカがモデルになってるっぽいけどね、これはマトイリュウコ、うん、こんな感じ、大サービスでこんな感じ、こういう感じか。はい、しかし学んだね、こんな大人になると思ってなかったけどね。高校生大学の時はむしろこういうアニメとか絶対見るかと思ってたし、こんなソフビとかフィギュアとか買わねえよと思ったら、大人になったらその反動が来てこんなに集めちゃいました。だから皆さん、やりたいことはやっとけ、本当にそういうことでしょ。